お疲れ様です。めっちゃ息切れてへん。疲れました。そこ歩いただけやん、はい、ここちょっと数十メートル歩いただけやん。いやもう暑いますマジで。いやでもちょっとなやばいよな。何度なんですかね。もう35とかありそうじゃない。あもうそんな言ってます。いや言ってそうやんな。体温レベルの暑さやろ多分。いやでもまあこんなに暑くてもね現場は動いてるんで、はい、今日は、はい、なんですか。今日はあの、はい、まあ現場確認で。現場確認ってなんですか。なんか大体塗装の初日に1回行くんですけど、はい、まあ、職人さんに分からんとこないですかって聞いたり、あ職人からここどうすんのって聞かれたりとかするから、はい、まあ、それでここはこうしてって言ったり、なんか、あ、そういうことですか。まあ、ここはこう塗ってみたいな、はいはいはい、細かい塗り分けとかがある場合は、はい、なんかここはこう塗ってここは何色と言ったりとかをしに行ったり、はい、まあ、そういうのをする必要のないぐらいの現場もあるけど、はい、一色で塗るとかあする必要ないこともあるけど、まあ、それでも一応、ね、塗装始まって、はい、まあ、初日か次の日ぐらいには1回行くことが多いかな。職人さんとかお客さんへの顔出しっていうのも兼ねて、はいはい、うん、大体行くかな。まあ、指示出ししていくみたいな。そうそうそう、指示出し、まあ、指示出しっていうか、まあ、まあそうか、現場指示みたいな、まあ、打ち合わせみたいな、まあ、そんな感じかな。そうそう。で、まあ職人さんちょっと多分動画に出たことない職人さんが今おるんで、はい、あ、そうなんですか。そうそう、あれ初公開ですか。初公開そう、実はね、塗り替え道場 よく出てる職人さんいっぱい何人かおるけど、もう出てない職人さんも本当に出てなくてもいい職人さんいっぱいいるから。出てない方が多いですよね多分。多分出てない人の方が多いな、まあ、そういう人もちょくちょくね公開していけたら。公開していけたらか。そう、公開処刑かと。公開処刑、公開処刑はしないけどまあ公開というかね、紹介していけたらっていう感じですね。わ、はい、かりました。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい。いやだってもうこんだけ歩くだけでもう汗がもう止まらなくなるような、マジで。なんか結構岡崎の職人さんやから、三河の方の現場をいつもお願いしてる職人さんやから、そう、三河の方の現場をいつもお願いしてますね。うん、あ、これマイクつけてもらえ、喋るぞ俺ぜひ喋ってほしい。ぜひ喋ってほしいです。どうしたの俺。渡部さんです。あ、渡部さん始まっとる。始まってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、塗り替え道場の職人歴は何年ぐらいですか。塗り替え道場に来て岡崎の方で最初入った、まあ、岡崎支店ってのがあって、はいはい、岡崎の方で、はい、まあ、入ったんですけども、何年なのかな、まあ、5、6年ぐらいないかな。結構前からいますね。僕でももっと歴史長いんじゃないの、はい。まあ、長い人はもう10年とか言い張る人もいますね。まあ、じゃあ、はい、真ん中ぐらいですか、ね、真ん中ぐらい、ね、これから古株になっていく職人さんですね。ちょっと失礼ながら、はい、こちらこそ、ね、塗装歴自体は何年なんですか。遅いけど僕はもう42年です。おー、すげえ、レジェンドですね。レジェンド、レジェンド、生まれる前からやってます確かに、レジェンドですね。大勢、渡部さんは息子さんとも一緒に、はい、そうですね、今あの、今一緒にあの塗り替え屋さんで一緒にやらせてもらっているのが、はい、まあ、うちの、あの四男坊で。あ、はい、そうなんですか、はい、でもう一人あの長男坊があって、はい、まあ、それもあの、まあ、昔一緒にやってたんですけど、はい、まあ、今はあの、まあ、3年ぐらい前かな、はい、まあ、ちょうど独立して、あ、まあ、やってますんで、一応あの、あと僕の義理の弟と、はいはい、が2人おるんですけども、はい、あの家内の、弟と妹の旦那さん、はい、それも、まあ、天気屋さんやった。天気屋家族によって、はい、まあ、独立してたんですよね。あ、そうなんですか。じゃあ何人もの職人を輩出されてるんですね、渡部さん。まあ、何でその渡部さん指導の下で、多少、まあ、うちで修行し、はい、まあ、修行中ですかね、はい、一緒にやって覚えてって、はい、一応あの一人立ちしてた中、3人ですね、はい、そうやったんですか。え、そうだったんですね。そうです、そうです。え、じゃ 今おる息子さんが四男で、うん、真ん中の、はい、真ん中サラリーマンです。あ、そうじゃないんですか。あ、そうなんですね。一番上と一番下の男はね、はい、うん、は
はい。そう。へえ。塗り替え道場来る前は。あ、どこに？まあ、どこ落ちてね。まあ、最初はもうちょっとの。ペンキ屋さんになったのは22歳の時で、はい、広島で福山市というところで、はい、最初始めたんですけどね。あ、広島から来てるんですか。いや、もともと岡崎ですけど、ね、あ、岡崎からちょっといろいろ重要ないです。あ、そうですね。ちょっと話してもいいんだけど、話せるような話じゃないんだけども、まあ、とりあえず向こうでおって、まあ、向こうで3年近くおって、はい、まあ、戻ってきて、はい、最初で、2年ぐらいのちょっとの、そこに世話になって、そこで、はい、1年やらせてもらって、まあ、そこで専属の下請けっていうんですかね。はい、ああ、はいはい。まあ、そこでやって、7年おって、はい、その後は完全、まあ、一人で、次で。ああ、そうやったんですね。なんでまた塗り替え道場に来てくれたんですか。そうですね。塗り替え道場ホテル、まあ、遅いで最初の方かな、はい、まあ、今までいろいろやっとるんだけど、まあ、建設会社とかね、はい、やってるんですけど、まあ、新築店もないじゃないですか。新築店、新築の仕事が、はい、あ、はい、家は建ってるけども、はい、まあ、塗装屋さんが入るような仕事がないもんね、一軒だけ。まあ、そういうところも全然付き合いなくなっちゃったので、はい、やっぱりメインはこういう塗り替えのね、はい、そういう専門のところですかね、はい、そういうところのが、まあ、仕事多いので、はい、まあ、そうやって、まあ、お世話になっている塗り替え屋さんで。うーん、何が良くて残ってくれてるんですか。ん、何が良くて残ってくれてるんですか。残ってる、塗り替え道場に何が良くて、なんかいいところみたいな。あ、まあ、結構なんか、うん、まあ、社長も結構気さくでね、気さく、まあ、人柄もいいと思うし、まあ、スタッフもみんな若いしね。あ、そうですね、若いよね、まあ、はい、で、まあ、結構将来性があるんじゃないかなと思いますよ。あ、そうですね、やっぱり、まあ、 僕はあともう数年ですけど。いや、全然全然ずっとお願いしたいですよ。この後もね、考えるとやっぱりこういう仕事がこう、なんていうかな、消えずに将来的に有望なところがいいじゃないですか。はい、ありがとうございます。いや、もうとても、いや、有望ですね。はい、内心です。いや、もう仕事もう取ってきますんで、営業が、はい、まんまんお願いしてください。はい、はい、ちょっと塗ってるところを取ってもいいですか。あ、いいですよ。すごい、めっちゃ均一に下塗り塗ってくれてます。綺麗ですね。めっちゃ綺麗、もうどこ見てもムラなく均一に、こういう感じで。うわー、すごいのかな。あ、止まらずにやるか。最初にこういう狭いところは刷毛入れてもらって、あ、そうですね、広いところをローラーでやってる感じです。こういうことなんですね。でもあれですね、結構ボコボコしてる壁だったら間に入れるのが、まだこの壁はね、そこまで深くないですか。塗りやすい方なんだけど、あ、はい、こんな凹凸がないもんで、はい、塗りやすい方なんですよね。もっと深かったたら、ちょっとグッてやらないと。ローラーの毛を、はい、このローラーの毛がいろいろ種類があるんですけど、あ、はい、まあ、短いやつから長いやつまであるんだけど、はい、ちょっと凹凸の激しいやつはちょっと毛の長いやつね。あ、入りやすいように。そうですね、ドバッとこう深く入るようにちょっと長めの毛を使うとか、はい、まあ、そこら辺はちょっと多少、はい、変えてやってますけどね。まあ、ここだったらそんな長いやつじゃなくても、ここはもうほとんどもうフラットと変わらんぐらいの長さなので、はい、意外とすんなり入ってますよね、はい。なんか塗り替え道場にいる塗装の職人さんたちで情報共有とか したりするんですか。うん、コロナになる前はある程度定期的に事務所の方でね、はい、まあ、集まってちょっと話はそういう機会があったんですけど、はい、まあ、コロナになってからもうほとんどもう、あ、何ですか、集まるってことは全然ない。あ、そうなんですね。そうですね、なんか協力業者会議って言って、協力業者さんも営業も全員集まる会議っていうかありましたよね、うん、コロナの前には。あ、ありましたね。もうでもコロナになってからなくなっちゃいましたよね、みんなが集まる。ちょっと、まあ、そうやって集まるのはちょっとなかなかね、そうですね、状況的に難しいので、はい、やるのは大変だと思うんだけど、はい、まあ、そういうのがあると、まあ、はい、他の職人さんとの交流もできるんだけど、あ、そうですよね、まあ、ほとんど、まあ、そういう
はい、でもこのつながりっていうのはあんまりないですね、はい、そうですね、その協力業者会議も復活するかどうかはちょっとまだ未定な感じではありますね、うん、正直、ね、もうすごいもう均一にやってくれてます、本当に。まあ、これで、まあ、そこに座ったらみんな大体こんなもんじゃないですかね、はい、まあ、そうですね、まあ、塗り替え道場の職人さんは結構みんな綺麗に、うん、そうね、まあでも、こんなに綺麗にやってくれてるからそんな指示する必要はないぐらいですね、こっちが本当に。向井さん、職人結構多いんじゃないですか。そうですね、職人多いですけど、でも職人多いけどその、うん、なんかもう現場も多いから、まあ、だいぶ先までもう工程が入ってる感じになってますね、まあ、はい、いいことですよね。そうですね、うん、いいことです。ないよりもね、はい、ないよりもやっぱりあった方がいい、はい、これだけ、まあ、三階さんの信用もあるということで、はいはい、まあでもその信用を作ってくれてるのはもう職人さんのおかげでも本当にあるんで、本当になかなか乗せますな、本当にそうなんで、やっぱり、はい、それでもみんなの力ですね。やっぱりこう YouTube に協力しちゃって、そうですね、下数1は2であるので、下数1は3なっちゃうと、あ、そうですね、本当に、はい。では、はい、お疲れ様です。今日は、はい、あの渡部さんの紹介だったんですけども、はい、ちょっと最後に軽くインタビューしてもいいですか。インタビューっていうか、はい、うん、なんだっけ、この塗装のやりがいってありますか。やりがいって何ですか。まあやっぱりはい、綺麗になるってことですかね。ああ、はい、まあ当然汚れて、まあ、汚くなったら塗り替えするんですけども、はい、まあ、これがだんだんと、まあ、下塗り、中塗り、上塗りでやっていって、はい、まあ、少しずつ綺麗になっていくと、はい、でまあ、最後には、まあ、お客様がね、はい、喜んでいただければ、はい、ちょっと嬉しいですね、はい、そういうふうに、まあ、なるように、まあ、一応、はい、頑張ってやってますけどね、はい、一生ね、これ冗談で一生懸命やってます。ちなみに渡部さんなりのなんか塗装する上でのこだわりとかってありますか。こだわり、ここはこだわってるとか。まあそんなねこだわりはないんだけど、まあ基本に忠実っていうんですかね、はい、基本に、あ、はい、塗るのはね意外とまあ、その経験が浅くても、はい、まあ、ベテランでもそう塗ることはできるんですよね。その何ていうのかな、塗布量とかね、はい、まあ、そういう、まあ、できるだけ、はい、規定通りに、はい、しっかり塗れるようにやっていくぐらいじゃないですかね。あ、はい、塗りさんは材料主流だもんで、はい、まあ、どんどん使えるもんね、はい、そうですよね。例えば自分で買うとやっぱりもったいないと思ってて、はい、あ、ちょっとケチっちゃったりとかってなっちゃう場合もあるけど、ね、そうですよね、はい、塗りさんはもうどんどん、はい、トランチェが優れてくれるもんで、はい、そうですね、その点をね、はい、もう十分に余裕持てるものが出るんでね、はいはい、そうですね、これはまあ、はい、いいと、はい、そうですね、それは確かにちょっと自慢ポイントではありますね、材料支給だからしっかり使ってねっていう形で、はい、施工できるっていうのがアピールポイントですね、うちの。では外壁塗装のマッチング、はいはい、塗装したい人と施工店をつなぐマッチングサイトと求人道場、はい、あと各個人チャンネル、私のチャンネルと足場班と佐々木ファミリーチャンネル、はい、全部登録お願いします。と、すいません、あれですね、神奈川の、あ、関東の職人さん、関東出店するんで、そうですね、はい、職人さんぜひ、覚悟のある方は、厳しいですけど、はい、覚悟のある方はぜひ職人さんも来てほしいですね。そうですね、はい、はい、はい、では今日はニューフェイス、ね、ニューフェイスっていうか、まあ、前からおる人ですけど、動画では新キャラの、はい、はい、渡部さんに出ていただきましたので、はい、はい、これからもね、いろんな職人さん紹介できたらいいなと思ってますんで、はい、はい、見てください、これからも。お願いします。また見てね。チャンネル登録お願いします。
ね。